すごく長期的な話で皆さんには理解されないかもしれないんですけど、 JCB カードってすごく重要だと思ってるんですよ、日本のためには。なんか QR 決済とか電子通貨みたいな話があるんですけど、あれって全部クレジットカードを使う話じゃないですか。でクレジットカードって基本的に皆さんビザとかマスターとかアメリカンエクスプレスとかダイナースとかっていうのを知ってると思うんですけど、あれ全部アメリカの会社なんですよ。で銀霊カードっていうのを中国にあったりとかで、日本って JCB っていう日本独自の国際ブランドがある結構珍しい国なんですよ。要はその国際ブランドのクレジットカードを持ってる国ってアメリカと日本と中国ぐらいなんですよ。でその日本の電子決済全部じゃあビザとかマスターでやりますってやると、日本中の多くの人が使うお金売上の 1% とかが全部アメリカのクレジットカード会社に行くって話なんですよ。彼らの要は手数料持っていくわけなんで、それって消費税 2% 上げますよって今日本中が大騒ぎしてるわけですけど、その消費税の 1% ぐらいの額をアメリカに送るって話なのよ。で消費税 2% はさ、日本の政府に行って、で日本の政府が日本のために予算に使うからまだマシじゃん。でもその 1% をさ、マスターとかビザに払ってもそれアメリカ人に行くだけだから日本は損するのね。だから電子通貨とかが今後普及するのであれば、日本は JCB を使うべきなのよ。みんながみんな JCB を使って日本の中でぐるぐる回すべきなのに、 JCB 全然普及してないの。でちなみに今世界の海外の国で一番 JCB のクレジットカードを普及してる国ってロシアなんですよ。ロシアがウクライナを取った時に経済制裁をしたせいで、ビザとかマスターとかアメリカのクレジットカードを使えないっていう状態にしたんですよ。でその隙間を練って JCB って今ロシアに入ってて、ロシアで超使われてるのよ、 JCB のクレジットカード。なので僕はロシアと仲良くして JCB がきちんとロシアと日本で使われるようになって、で他の国とかでまたアメリカと喧嘩するところだったら JCB カードどうすかって言って、世界で JCB カードを普及させることによって、今だからロシア人がクレジットカードで払ってるのが日本の JCB にチャリンチャリン落ちてきてるわけよ。ロシア人の石油王とかがシャンパンとかガンガン飲んでるお金が JCB に行って、 JCB が日本に納税して僕らのお金になってるわけよ。なので僕はどちらかというとみんな JCB 使えばいいのにって今口頭で言ってますけど、僕 JCB カードは持ってるけど使ってません。すいません。はい。